ここはバド部のクレープです。では買いたいと思います。花を一つください。はい、はい、喜んでーす。ここからラストです。ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか？たくさん売れましたか？ガシガシ売ってます。じゃあもう少しで終わりなんで頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様です。おいしいです。ありがとう。今年は、大きい絵をこの医学棟に飾ることになりました。こんな感じです。はい、すごいですね。はい、それでは医学展の長の方にインタビューをしたいと思います。こんにちは。こんにちは。医学展、今日2日目ですけどどうですか？はい、天気が悪かったにもかかわらず2日目も、たくさん入ってくださって大盛況となりました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうすぐ学祭も終盤ですけど、はい、じゃあ何か意気込みを。そうですね、最後のお客さんまで楽しんでいただけるように、頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、アロマです。では中を説明してもらいたいと思います。お願いします。どうぞ中へ。ここがマッサージができる場所で、今4つマッサージだよ。こちらはハーブティーが楽しめるカフェです。ハーブティーは3種類あります。赤色のハーブティーと黄色のハーブティー。はい、それではお化け屋敷です。ではインタビューしたいと思います。こんにちは。すごく大盛況ですけど、昨日から雨ですよ。全部で多分今日合わせて400人ぐらいは。あー、すごいですね。おかげさまで。はい、この企画は部活での企画ですか？一応代々サッカー部が長は継いでいますけど、まあ、そういうわけじゃなくていろんな部活からバスケ、校庭、いろんなところから入ってます。 T シャツ揃いですか？あ、もうお揃いでやってます。リストワンもあります。あ、いろいろこだわりがあるようですね。はい、はい、頑張ってください。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。すみません。お願いします。1+1は